新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。日本語教師のナナです。2021年になりました。皆さんは2021年どんな年にしたいですか？私はもっともっと韓国語がうまく話せるようになりたいです。努力します。자오늘은일본어숫자에대해공부하려고합니다처음에기본적인숫자다음에하나둘셋그리고마지막에인원수에대해어떻게말할까를공부하려고합니다이동영상보시면이세개는완벽하게할수있게되니까꼭마지막까지보세요가장기본적인숫자부터할게요여기까지괜찮으세요여기서조심해야되는것은카운트할때입니다제가한번해볼게요10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0뭔가다르죠뭐가다르냐면1부터셀때는사가시칠이시치입니다하지만십부터셀때는사가용그리고칠이나나입니다이곳은한국에원래있었던한글이랑중국에서온한자어가있는것처럼일본도원래일본에있었던고유어가있고중국에서온한자가있으니까이차이가있는것같습니다이곳은일본사람이라면 100% 이렇게하니까조심하세요자그러면연습으로기수だけ홀수만갈게요1 3 5 7 9다음에는구수짝수할게요2 4 6 8 10한국말로하나둘셋와히토츠히토츠ふたつふたつ三つ三つ四つ四つ五つ五つ六つ六つ七つ七つ八つ八つ九つ九つ十十다つが있으니까좀발음이어렵지만같이연습해주세요一つ二つ
3つ4つ5つ6つ7つ8つ9つと이것은다히라가나로1つ2つラゴをする때도있고한자つろ1つ2つ그리고숫자つろ1つ2つラゴをする때도있습니다마지막이논스인데식당에가면몇명이세요라고조문분이묻잖아요그럴때어떻게대답을할까입니다1人、2人、2人、3人、3人、4人、5人、6人、6人、7人、7人、8人、8人、9人、9人、10人、10人、1人、2人、3人、4人、5人、6人、7人、8人、9人、10人。연습으로전화번호어떻게말하냐면 080-9754-1326 080-9754-1326090-4312-5786 090-4312-5786어떠셨어요오늘은일본어숫자에대해공부했습니다만약에평가가좋으면시간이나날짜에대해도더연상하려고합니다오늘도마지막까지봐주셔서정말고맙습니다새해복많이받으세요그리고안전하세요다음에또만나요사요나라